大丈夫？平気平気、俺を信じろって。しましょう。いや、待て、様子がおかしい。失敗か。事故？いつから NOS は後期の真似事をするようになったんだい？茶化さないで。湾岸周辺、ここ2、3日の間に死亡事故が連続13件。ただ事じゃないのよ。大丈夫、俺免許持ってないから。別に安全運転の指導しに来たんじゃないんだけどな。私がそんなことをしに来たと思ってるの？ん？ベッドの指導ならいつでもしてあげるけど。せっかくだけど遠慮しておくわ。指導さん。コーヒーが入りました。あら、気が利いてるわね、リホちゃん。いいお茶組になれるわよ。もしかして喧嘩売ってる？そうそう、弥生くん、仕事仕事。こびるしかないとはね、指導男として情けないぞ。クーニー。問題は事故を起こしたドライバーなのよ。見て、まるでミイラでしょ。どの死体も決まって血液が一滴も残ってない。検出されていないのよ。血液が？なるほど、それで NOS の出番ってわけか。怪物を見たっていう報告も入っているし、鑑識の人間はヴァンパイアの仕業じゃないかって気味悪がっているわ。わかるでしょ？もちろん。その代わり弥生にはたっぷりご馳走してもらわなきゃな。しちゃうしちゃう。だからね。ん？は？ごちそう？最悪。じゃあそういうことで、リホちゃん、今晩指導さん借りてくわね。じゃあそういうことで、事務所の鍵閉めといてね。あ、指導さん。何がそういうことでよ。指導さんそんなことするはずないじゃない。まったくもう。こんないい女が車流してるっていうのに、どうして誰も引っかからないのかしら。俺ならすぐ引っかかっちゃうけど。私が釣り上げたいのはもっとでかい獲物なの。操作もいいが腹ペコなんだ。先にちょっと食事を済ませたいんだけどな。あ、危ない。報酬は事件が解決した後って約束でしょ。大丈夫、痛くしないから。
ゲッ、シドウ、バイバイ。あどこでこんなテク覚えた？人生経験の賜物。ナイトブリードだ。わかついたか。シドウ、シドウ、永遠の闇だ。あの世などどこにもない。この世の闇だけが永遠に続いている。それなのに人間は光の中にいて闇に気づかないふりをする。だがよく見ろ、光あるところには必ず闇がある。お前に永遠を与えよう。人間など我らの獲物に過ぎない。リホちゃん、学校は？うん、大丈夫大丈夫、ちょっと寄っただけだから。まだちょっと時間あるし、コーヒー入れたらすぐ行きます。指導さん、本当に平気ですか？顔色悪いですよ。そう、やっぱりやりすぎなのかな。やりすぎって、あの、いや、ここんとこちょっと仕事のやりすぎかなって思うんだけどさ。あ、失敗失敗、また落としちゃいました。あの、昨日徹夜だったんですか？ああ、散々だったよ。高速嵐の犯人には逃げられちまうし、事故って警察には怒られるし。本当ですか？よかった。なんで？いえ、別に。お待ちどうさま。はい、リホのスペシャルブレンドコーヒー。これで気分すっきりリフレッシュ。じゃあ行ってきます。お仕事頑張ってくださいね。なんだ、弥生さんと二人っきりじゃなかったんじゃない。よし、気分すっきりか。
ですから首都高速に全面通行規制を引くべきだと言ってるんです。このままではまた間違いなくナイトブリード絡みの大事故が発生します。ブリードブリードとおっしゃいますがね、松永さん、首都の動脈である高速道を止めたらどうなると思います？都市の機能そのものが麻痺してしまいますよ。ここだけで精一杯だ。しかしそういった事件を未然に防ぐのがあなた方 NOS の役目でしょう。もうせいぜい頑張ってもらいたいものですな。じゃあ私はこれで。まったくもう話にならないわ、このバカツン。はい、下がって下がって。どうするシド、あのブリード絶対また来るよ。向こうは手追いだ、そう遠くへは行っていないはずだが。だから怖いっての、あの手の奴ら追い詰められたら何するかわからないからな。シドさん、こっちこっち。これはニンニクたっぷりリホのスペシャルスタミナランチ。徹夜明けだから栄養のあるものの方がいいかと思って。よかったなシド、愛妻弁当食べてやれよ。笑い事か。どうかしました？別に悪いんだけどお腹いっぱいで。そんな、指導さんのためにと思って授業を抜け出して家で作ってきたのに、そんな私の愛のこもったお弁当を食べてくれないの？いや、あのいいんです、どうせ私料理下手だし。そうそう、親切のお尻は迷惑だぜ。あ、いや、なんでもない、後で食べるから必ず。いつも食べたふりして便所に流すんだけどな。指導さん、はい、食話術上手なんですね。こんな弁当恥ずかしくて食えねえし。なんそれ。やっぱり押し売りは迷惑ですよね。リホちゃん、ダメだわ、こっちは全く手がかりなし。あら、リホちゃん学校は？こんなところでうろうろしてたら補導されちゃうわよ。私戻ります。それじゃ。ああいうタイプははっきり言ってやった方がいいって。そうもいかないさ、例のブリード絡みの事件で家族を奪われて一人ぼっちなんだから。一人ぼっちなのは指導の方なんじゃないのか？仲間が欲しいだけならやめとけよ。お前はそこら辺の人間とはわけが違うんだ。わかってるよ。指導、行きましょう。もう一件現場が残ってるわ。何やってるんだろう、私。弥生にはたっぷりご馳走してもらわなきゃな。しちゃうしちゃう。そうか、指導さん弥生さんには食べさせてもらってるんだ。あなたは所詮お茶組なのよ。弥生の飯は食えても私の飯は食えないってか。もう、あ、いけない。これは魔のベイブリッジ事故多発、悪質ないたずらが原因か。ベイブリッジ悪質ないたずら、指導さんが捕まえようとしてる犯人ってあれなの？ねえ彼女、乗らない？ねえ、どっか行こうよ。そうよ、これだわ。え？私、ベイブリッジ見たいんだけど。え？ねえねえ、ピッチ持ってんでしょ？番号教えといてよ。見てらっしゃい、暴走族程度の犯人なら絶対尻尾を掴んでやる。お前な、そういうの嫌われる典型だぞ。なんだよ、どこがいけないってんだよ。さあ、ベイブリッジだ。あのさ、あの真ん中で止まっちゃうぜ。何か手がかりがあるはずよ。ねえ、聞いてる？変だな。ああ、変だってことは十分わかるよ。違うよ、こんなに空いてるのは初めてだよ。
そっか、そういや前にも後ろにも。あ？なんだ、後ろにいるじゃん、バイク野郎が。はい、松永です。ベイブリッジで。何？クソ、よりによってこんな時に。弥生、急げ。ここにやろう。うわ、なんてこった。今度はど真ん中か。シド、間違いない奴だ。おい待て、入っちゃいかん。この辺ね。ああ確かにいる。いいところへ来たな、リオ。昼間になると痛むんだよ、貴様たちに傷つけられた体が。チク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 。リオちゃん、どうしてこんなところに。乗っ取られてる。いや、まだだ。その体を返せ。嫌だね。ずっと探していたんだ、俺の理想の体を。殺して乗っ取るのは簡単なんだが大抵壊れすぎちまっててな、加減が難しかった。その体を返せ。貴様にわかるか、ずっと冷たい闇の中に押し込められ細々と生きてきた者の辛さが。この体で光を手に入れるのだ、永遠の光を。貴様ら人間ごときに邪魔はさせん。残念だ、お前が捕まえたのは俺の影にすぎ。貴様、バンパイア、バカか。闇の住人の貴様が人間の味方など。人間の心が残ってしまったからかな。リホちゃん、つく相手がいなくなる。もっともこんな地獄にしちまったのは全部お前の責任だ。そう、光の中だった。お前たちが思っているほどいい世界じゃない。闇に帰れ。
やれ、とりあえず一件落着だな。お前のせいで指導はボロボロだぜ。いやいや、頼む。いいわよ。これで分かっただろう。君の両親を殺した奴らと俺は同族なのさ。そんな、嘘でしょ。俺は遊びじゃないんだ。俺みたいな奴のそばにいたら、そのうち君は真っ当な人生を送れなくなってしまう。もう会わない方がいい。リホ、もう来ないだろうな。出会いがあれば別れがある。何百年も生き続けるヴァンパイアならこんなことは慣れっこさ。あらあら、そんなこと言って寂しいんじゃないの。さあね。でもあの明るい笑顔がもう見られないとなると。おはようございます。あれ、みんなどうしたんですか。リホちゃん、あの、どうして。ご飯食べてもらえなかったのは指導さんの体質だったわけだから仕方ないじゃない。別に嫌われてたわけじゃないんだし、私全然オッケーです。神経ずぶとい。よかったわ、いい女子ができて。おい、勝手に決めるなよ。ダメですか。だからじゃあとりあえずコーヒーでも入れてもらおうかな。はい。熱の運びこの季節の夜風浴びて思い出した